皆さん、こんにちは。今回は先手番でやっていきます。右玉。右玉プレイヤーの9連勝は犯罪。右玉プレイヤーの9連勝はマジ犯罪なんで、まあ、相掛かりじゃないわ。角換わりしていきましょう。角上がって。うえもうなんか変な力戦きた。そういうやつには棒銀。あ、これ角換わりかな？結果的に角換わりじゃないね。3三角戦法。3三金型早繰り銀ってやつですね。交換して同金で早繰り銀にしちゃおうと。許しません。原始棒銀がこの世の全てを解決する。原始棒銀。桂跳ね。これってさ、まあ、金上がる？ちょっと8筋薄いんで、ちょっと桂跳ねとか怖いんで、跳ねといて、これ銀出たらどうなんの？同角で香車取る。あ、でもそこで角引いて、馬と香車の両取りか。それはちょっと嫌かな。出てみたいけどな。あ、てか、歩突きあるやん、これ。はい、歩突きが棒銀の手筋なんですね、皆さん。同歩とさせて銀を出ると。取らせたことで角道止まってます。なんか早いんですけど。怖いんですけど。まあ、今の同角は角で香車取られるんで。もうなんか早いて。なんか早いんですけど。同銀で。ん？逃げといて。負けんの？これ歩打っといて。いや、負けん負けん。棒銀なめんとってって話。はい、角で飛車中落ち。完全に飛車中乙案件。これ飛車切ってきたら同飛車で、なんか角出た手が飛車打ちの詰めろになるんで、もう勝ち。はい、勝ち。飛車取れば将棋勝ち。はい、角出れば勝ち。こんな適当に指しても、でも銀使わせたら勝ちやと思うけどな。角なって。今の飛車打ちの詰めろだったんで、銀打って受けてきたんですけど、そんなん使わせたらさすがに勝ちでしょう。ね、これで負けた歴史はまあ見たことはあるか。見たことはあるけど、少なめ。少なめの歴史ではある。これは、次に何を狙っているかというと、一応ブッチして同玉に頭金で詰ましますよみたいな狙いを秘めてはいるけども、それを食らったとて別に同飛車で取れるから大丈夫そうではある。ただ、わざわざそんな筋を食らう必要があるのかっていう気もするので、まあ、同馬と取っときますか。もう一回角打つ？まあ、それはあんま意味ないか。いや、あるな、角。いやー、あんま意味ないか。飛車打ったら多分そこポで受けてくるんですよね。その交換が、ちょっと飛車が働かなくなってるっていう可能性があるんで、あんまり筋打ちたくない可能性はある。これ銀出ちゃうとなんか歩叩かれて飛車いじめられちゃうんで、まあもう飛車打つか。飛車打っていいでしょう。ね。角。それが別にまた何も狙ってないと思うんで、金取るのは同飛車ですし、まあ、それで金とか打たれたら気持ち悪いんかな。まあでも別に香車取っといて悪い理屈はないと思うんだけど、そんなこともないの、世の中。世の中意外に難しいのかな。まあ、取っとくか。死なんでしょ。成り桂寄ってくんの？あ、8八歩。それはちょっとエッチですね。でもそれ同金でなんなん？なんか今日、やけに強気やな。なんか発言が強気。自分で言うのもないけど。こういう荒い将棋は、もう性格も荒くいくのが大事。ビビっちゃダメ。ビビったら負けなんで、こういうのも取る。もうこういうのは、これは、引こうかな。銀出ると叩かれるのが嫌なんよな。同飛車で角成りとか、なんか飛車の横利き消されるのが。でも銀引いても、ついてくるんですよ。で、無理やり同銀ってここの歩取らせて叩かれるんで、もう取るか。できれば取りたくなかったけど、まあ取らざるを得ないということで、まあこれももう同飛車同飛車同飛車。相手の方攻め駒ないんで。あ、もうこれ、ああ、歩打ったら馬入ってこいつむんですね。え、相手の方攻め上手すぎ？何これ。
馬入っての罪と馬切り同玉頭金の罪がありますね。もうなんなんこれ、なんか知らんうちに繋がったんですけど、攻め。もういやいや、でも飛車引けば唯一浮かんのか、歩叩いて飛車寄って、はいはいはい、寄る寄る、同飛車は馬入って罪なのでもう寄ればいいんでしょ。激おこ、相手の方も歩なくなるとなんかここの底ポがなくなるんで結構寄せにくいですよ。あ、寄せにくいというか、歩使っちゃうと底ポ効かなくて相手玉脆くなるんで簡単じゃない。次金とか寄れればまあ寄らんでしょう。楽観派、はぐれ刑事楽観派、そういうことですね。どういうことでしょうか。うわー、切ってきた。あ、王手金取りがあるからね。あ、そっち、そっち案件、うげー、うげげげげげ、うげげの鬼太郎は、何言ってるんですかってことなんですけど、これなんかあるでしょう。これ負けんの辛いんですけど結構。でも確かにここで、これ負けんの勘弁してえな。同飛車同歩成、角打つと寄られるか。角打ってもなんかあんま効いてないよな、多分効いてないよね、それ。効いてないことはないか。角にはでも歩とか打たれて、でも歩ついて成桂取り、いやーちょっと角でいやらしくいくか。なんかこれブッチして同玉に竜引いて一間竜で迫るみたいな手があるんで、結構キモキモのキモだと思うんですよね、相手の方からすると。キモキモのキモな一手だと思うんで、そうやって迫っていきたいけど、これ角成りで玉上がったらつまんとか言われちゃうんかな。そんな人いる？これ飛車取られたら必死？そこで、飛車取られて必死なら、自分、僕が勝つには相手玉を詰ますしかない。でも角なって玉上がられて詰まん説浮上してる。銀打ちに玉引いて。なあ、いやもうとりあえず切るしかないわ。こんな角打った狙いが切る手なんで、これで角打ってどうなん。はい、詰み、こんなん詰みよ。詰み詰み、はい竜引いて、はい詰み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 ほんまかよ。つまんのこれ、角合いでつまんか。金上がら、あ、てか銀引かれて全然つまんか。あ、でもそれはちょっと危ないか。わからん。もう相手の方に委ねるしかない。委ねしたみ。いや、でも銀引かれて全然つまん気がしてきたな。あ、いや、わからん。金上がりは、角なって逃げてなんか、竜で金取っていけば、金が増えれば、積むような気は、するんですが、それも分かりません。つまりは何も分かってない。しかしこれで迫るより、勝つならこれよりないんじゃないかという私の願い、届いたでしょうか。これ最悪銀で受ける手はワンチャンあんのかな。まあでも飛車とか打たれて負けよな。成桂取れるけど金取られて、それがまた金打ちの詰めろやし。あーでもそこで金で香車取ってとか、なんかわけわからん。お互いの玉が危なすぎてわけわかんないんですけど、ただ銀引かれた時がやばい気はしてる。あー、角合い、角合いはなんかないの。奇跡を起こせ。これ金取った手がさ、詰めろになる可能性があって、ただ今金取ると飛車打ちで詰むんですよ、逃げて成桂入って。だから何か奇跡を起こしたいんだけど、
起きないのか？奇跡起きないの？奇跡ぐらい起こそうよ。奇跡ぐらい起こせるような男じゃないと生きていけないですよっていう謎の発言。銀打ち桂馬もらってもしゃあないもんな。同成桂同玉飛車歩、それワンチャンちょっと手伸びてる気がするけどな。こっちの玉が多分角なってもしょうがないというか詰まないんで、銀は飛車で詰みか、歩で取って同玉飛車成り強愛に銀、あ、銀は飛車で詰みか。もうそれバレたら負けって言って銀打つ、バレしとき負けっていうプランニングはあるけどね。あと竜引いて玉逃げて竜引きつけるっていう、それで受けるプランニングもなきにしもあらずだけど、それ勝ち味薄そう。最後桂馬で金取られるぐらいで勝ち目なし大おじさんな気がするんで、ダメですかね。まあでもそれで頑張るか、竜引いて簡単には死にまへんよと。何か気が間違って引いてくれんかな。引いてくれへんわ。はい、これが神の受け、これが神の受けなんで。いやというか相手の方攻めつなげんのうますぎて、あれつながんの、角から角打ちから角で歩で、いやどう、だから歩を同金がぬるかったっていうのはまあ結果論的にはわかるけど、でもそこで、いやーまあでもあそこでもうちょっと考えなあかん方が、そんなこと言ってる場合じゃない今は、まあそんなこと言ってる場合じゃない、勝つために必死、勝つために必死なんで、これでとりあえず頭飛車を防いで、いやーそうなんすよね、それがね、そうなんす。でこれ玉早逃げしたいんですけど、桂馬打たれて逃げたら飛車で詰みで、まあ桂馬に同竜なら詰まないんですけど、同成桂で勝ち目ないんで、多分ここの飛車を防ぐの銀打ちぐらいしかないと思うんですよね。飛車打たれたら詰みなんで、ここを受けないといけなかった。でそれを受けるのがちょっと銀以外が分かんなかったんで、銀をもうぶつけていく。こっちも一応桂馬とか歩とか香車とかなんかいろいろ攻めの楽しみあるから、それで生きていこう。まだワンある、全然ワンはある。相手の方の攻めのつなげ方は化け物やったけど、まだワンはある。これぐらいを買っていかないと将棋ウォーズの荒波は乗り越えていけない。竜引きつけた構想、神構想じゃない。ワンチャン時間勝ちもあるよ。時間1分半も負けてる立場が言えるあれじゃないけど。結構相手の方焦ると思うんですよね。優勢だと思われてると思うんで、優勢の中、なんか優勢で勝ちそうなんだけど、具体的な勝ちが発見できないっていう時ってすごい焦るんですよね。で今それになってる可能性があって、相手の方。明らかに優勢なんだけど、じゃあこっちの玉はっきり捕まえるならどうするんですかって言われた時に、なんか具体的な手は分かりませんねってなってることをお祈りしていくしかない。こっちはでも時間の使い方的にそうなってる可能性結構あると思うんやけどな。いやこれはワンどころの騒ぎではないのでは。2ちゃん3ちゃん4ちゃんぐらいはあるかもしれない。同成桂同玉ってなったらもう怪しいよ。だって上逃げれるもん。まあでもそこで飛車打たれたら全然自信ないけど。まあでも強愛でなんか飛車が隠居生活始まっちゃうから、相手の方としても嫌か。まあそこで桂馬ぐらいで香車狙われたらきついか。まあそんなこと、きつい手を探し出したらもう1億ほどあるかもしれない。アホほどあるんだけど、もうそこで間違えてもらうしかない。桂打ち、それは何、それは何じゃろほい。歩つくと、そんな人おらんか。そんな人、歩ついてみたいけどな。通して取っ
って同角、違う気はする、歩ついて取って同玉、わからん、通す、角道を通す、あと小瓶攻めもいやらしいでしょっていう、そういう一石二鳥、一石二鳥の手を指して逆転を目指すプランニング。いや全然ワンある、ワンしかない、むしろむしろワンしかないまであるよ。自分を鼓舞していこう。ピシャ、何そのピシャは、ええ、パニックパニックパニック、だってこれ桂馬取れるよね、同桂なり同角、あ金捨て、あでもそれ酔って耐えてるよね、取って同桂なり同角で攻め駒一掃できたら結構嬉しいんじゃないの、取って金より同玉はなんか銀打ちとかやつも酔ってつまないよね、あー怖いけど行く、行ってしまったし、ですこれデスゾーン入ってる、あデスゾーン入ってる、銀で上がって銀なりは飛車取れるよね、うわー、デスゾーンこれ銀上がって耐えてるよね、取ったら同金で怖すぎるちょマジで人生史上一番生きた心地がしない、これ何これ何これ、え、マジゲロ吐きそう、ゲロマジで吐き、マジでゲロ吐く、おおよしよし、これ取られ、これは絶対に詰まない、とりあえず勝ちかは知らんけど罪はなくなった、これ飛車打ちで同飛車成同玉ってしたい、ちょっとこれ飛車打たないとこれ取られるのはきつい気がした、ただこれはこう取られるんよな、ただなんかさこれ玉頭に効いてくる、それ同角でただなんですけど、同角でただなんですけど、ワンしかない、まずい、まずいというかまずくはないけどワンしかないぞこれは、待って金とか打つと竜回られちゃう、待ってこれ急に良くなって逆に焦るパターン、ちょっと一回一回強者とかで圧かけとく、これ逆に良くなって焦るパターンなんですけど、桂跳ねると竜回られる、それが嫌なんよな、角納得意味ないか、ちょい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 、なんかなんか一回歩聞いてないか、別に歩なんじゃそれ、それ歩ついた時に金打てるんで大丈夫じゃね、歩なり、あだから一回同角で歩、なんじゃそれ、ちょいちょいちょい、なんなんなんか異次元の戦い始まってる、異次元すぎる、異次元だよ、あーちょっと角が使えてないのがキモい、それがキモすぎた、あー歩違うなー、それは歩で、あ桂馬跳ねた方が良かったか、バカ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 、あ銀なられる、バカ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 、でもそれ取って詰めろだよね多分、詰まないの、これ詰まないの、あ金同銀同と同金足りてる、金同銀同と同金同香なり足りてるね、おほほほなんじゃこれなんじゃこの将棋俺絶対負けたと思ったわ、結果的にあの竜引っ張った構想が良かったですね、対局ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます、先手番だったので上に触れてたらこっちがいいんですけども、もうカオス、後半カオスすぎる、いやでもこれこっちがもう悪いと思ってたところがまだ全然難しかったみたいで、なんかそのあたりの形勢判断の間違いが結構響いた気がしますね。まあ、今回どこで悪くなったのかと、まあ、どこで逆転したかはちょっと難しいんですけど、まあ、一つポイントとして逆転したポイントを見ていきたいと思います。まあ、一つ目はどこで悪くなったかですね。ここですね。金打って飛車を捕まえられた局面。なんかここも結構きついのかなと思ってたんですけど、最善を指せば難しかったみたいで、これ強者打てば結構難しかったみたいですね。そっか。これ成桂逃げるなら、まあ左か右かなんですけども、
こっち逃げるのは、なんか成り系が遠ざかっちゃって嫌ですね。できればこっち逃げたいんですけども、角打った手が金取りからの詰めろと成り系取りになるので、これは先手がいいですね。先手こっちですね。だからもう香車には飛車と、香車には飛車取って攻めやってくるみたいなんですけども、同香だとこれ飛車打たれて詰むんで、まあ成り系の方を取っといて。まあこれ取れるとこうどんどん逃げていくルートが開けるんで、まあこれでどうかっていう勝負らしいですね。いやー確かにな。香車はおぼろげながらに浮かんだ気はするんやけどな。おぼろげながらに何とかという数字がっていうのもあったけど。そうですね。まあでもちょっと怖い気がしてやめたんでしょうね、多分。で、なんか角打ちで攻めに行ったんですけど、この攻めが全然効いてないんで、飛車取られて、形勢的には負けですね。ただなんか以下クソ粘りをして、難しくなったんですけども。まあなんか最後の方グラフがギザギザすぎて、どこで逆転したかっていうの難しいんですけども、一個大きなポイントとしては、ここですね。今3九金に同角と金を取ったところなんですけども、ここで飛車逃げてもらえたのが結構でかかった気がしますね。実際ここで評価値がプラスに変わってます。ここで3八銀ってされると、こっち玉が薄いから耐えきれなかったんじゃないかなっていう気がしますね。同玉って取ると、飛車をボロッと取られてしまうと。まあ、銀には逃げてみたいんですけど、飛車取られて、同玉に、また角まで取られてしまうので、まあ厳しいですね。まあこれ、なんかこっちがすぐ、詰むとかではないから、もう一勝負は続きそうだけど、結構相手玉が硬いんで、こうやって冷静に攻めをつなげられると、なんかこっちとしてはきつかったかなっていう気がしますね。まあ本譜はもう、この後はグラフギザギザですね。飛車逃げた後は、お互いまあ、ソフト的には最善を逃して、なんかもうわけわかんない勝負なんですけど、まあなんとか最後この局面持っていって、詰ますことができましたね。同銀なら同とで、同金同香成で、なんか打った飛車と香車が奇跡的に働いて、しかもこのと金が逃げ道を塞いで、なんかすべて配置がいい感じにいきましたね。で、まあ最後は勝ちになりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。